大雪の影響で今日も JR 北海道は札幌県のすべての列車の運転を始発から見合わせるなど市民生活に大きな影響が出ています。JR 北海道は除雪作業が続いているため今日も札幌県のすべての列車など631本で始発から運転を見合わせています。快速エアポートについては今日夜の運転再開を目指しているということです。また札幌市中心部では道路の除雪が追いつかず 今日もバスの運休が相次いでいます。ちょっとびっくりした。今ジェも運休しててっていう感じで。うん、<laughs> なんかちょっと大変ですね <laughs>。運休の区間について各バス会社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。今日は燃やせるゴミの日なんですが、札幌市は捨てないように呼びかけています。 ゴミの収集にも影響が出ています札幌市によりますと、きのうのごみ収集が終わらなかったため、北区と東区では、き分のごみの収集を行わないということで、ごみを捨てないよう呼びかけています。